カラップ大吾のオールナイトニッポン K カップのモーションでプレパ練習やってみた編。もうあるから食べられてんのよやっててもうこれでなんかディベートやったらおもろいっちゃう。ああ、面白いこと考えますね。おやすみパーラメントディベート俺ちょっとこれちょっとあげたろうと思って俺明日ぐらいに多分 GoPro 届くから GoPro 来たらちょっとやったろうと思ってどういうこと？ GoPro でやること。なんで GoPro でやるの？ GoPro でやること。ちょっと GoPro 撮って映像投稿してみたいから、そのネタでとりあえずやってみよう。え、じゃあどんな感じなんですか、台本的には。いや、なんかもうその有名な誰もが知ってる音源のスピーチをボソボソやるっていう。え、例えばちょっとやってみてくださいよ。いや、だからそのインベードジンバブエとかを小声でやるっていう、はいはいはい、え、どういうことビクターやろーでロバートムガベーズシステマティカリーボプレイなんでささやかれてんねん、これ。どこに、どこに需要あんねん。ロバート・ムガベの圧政見事にささやかれてんの、めっちゃ面白いやん。めちゃめちゃ面白い。アホや。モーガン・チャンガライツ、クレディブル・オポジション、テイク・パワー。めっちゃワーディングかっこいいのに。そう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 。またまたそれボセオやろ。そうそう、ボセオもいけるで、それで。うげちっせい声でマークシストレボリューションの話してる。めっちゃおもろいネタ思いついたわ。俺ちょっとこれやろうと思って。300再生ぐらいしかされへんと思うけど。え、ちょっと待って、300再生はすごいから。僕とマリアさんの対談動画で今380再生動画ぐらいですよ。ああ。やっぱディベート界はね、むずいっすよ、意外と。やっぱね、パイが小さいな。パイが小さい。多分その380人いないじゃないですか、大会に。いない、ね。だから380ってディベート界隈ではまあまあすごいと思うんですけど、そうやね。完全パイがちっちゃいわ。まあ、ちょっとカップみたいなとこあるからな。海外ディベーターに拡散してもらうしかないよね。確かにな。母性をボソボソ言うとるやついるぞ。シュール。おやすみ母性をね。おやすみ母性。おやすみビクターね。おやすみビルじゃないですか。軍内母性。わけわかんない。たださ、あれやん、そのスピーチ終わったらさ、7分間で終わってまうやん。はいはいはい、あの広告をいっぱいつけたいんやったらさ、もう3分喋らなあかんねん。そのネタがないねん。モーション解説もするかな、3分で。そこまでちゃんと考えてるんだ。おもろ。広告貼れんなぁ。誰が見んねん。しかも絶対 GoPro でやることじゃないから。そうやな。iPhone で。どこ撮るんすか、GoPro で。ラウンド始まる前のさ、ジャッジ紹介とかめっちゃやるわ。ああ。ワールズのグラファンジャッジ、ジュリア・ボーンとかそういうやつ。ジャッジ、ボソボソ紹介すれば。誰がチェアでとかって、パネルがなんとかさん、なんとかさんみたいな。そうそうそう。From Sydney University, ジュリア・ボーン。ちっちゃい声で。ちっちゃい声で。ってみるわ。ちゃんとタケさんの YouTube チャンネル解説してくださいね。あ、ちょっとタケさん解説するわ。ちょっとやってみる。ああ、めっちゃ簡単にあげれるんだよ、ほんまに。ああ、ちょっと、うん、あれやん、なんか書き起こし作って本編の、はい、それをこう読んでいけばいいわけでしょ。そうですよ。そう、いけるわ、いけるわ。イムランのやつとかやるから俺。え、どんなんすか。ボソボソモデルすげえあるやつやるから。
テイトのスピーチ、ちょっと軽めにやってください、テイトのスピーチ。テイトやろ、はい、Debate is about choice and consequence. And this debate is about choice and consequence. ここへでやる意味。ここへでやる意味ほんま。Following the logical chain of thought here. ここへって言うたらなんか。ASMR 層狙ってる。そうそう、 ASMR ディベートみたいなタグつけて。この寝る前にこの音源を聞け。うわすごい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 。勉強集中用とか書いといて。なるほど。つけといたら小さいから、はい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 、邪魔にならない。はいはいはい。睡眠用、入眠用 BGM みたいなね。そう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 、シェンウーとかね。They create a wasteland and call it a peace. Ability of governments to hide the reality behind the veil of innocent is malicious. 面白い。それ、竹さんがやるってのがいいっすね。言うたら僕とかがやっても多分、ああまたなんか変なやつがやっとるわみたいな、変なことやっとるわで済むと思うんですけど、竹さんの印象ってまだね、エミルボットではちょっと伝えきれてない、それやんちゃなね、やんちゃ小僧の一面がね。ただのやんちゃ小僧ですからね、竹さんは。やんちゃ坊主ですからね、本当に。そうやな、ちょっとやってみようか。やってください。やってみよう。なんか変にテンション上がってるし、なんか50歳生ぐらいされてキャッ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 してくる。やったやったテンション上がってるし、おもろ。 Facebook で拡散しよう、それできたら。いやあれ甘いわ、ちょっとこれもまた怒られるわ、マリアさんに。はい、行きましょうか。やりましょうか。やりましょうか。なんかいいのありますか。アメシさんだけさん、なんかやりたいモーションあります？ちょっと座間前にさらっときたいモーション、うん。そうですね。であれやね、その、PMLO? 僕が PM やって、うん、で、なべしさんが、あ、違う、たけさんがセカンドですよね。ね、どうすんの、うん、俺が DPM の練習するんやったら、なべしが LO やってくれる。うん。あ、僕も LO やり、僕が LO やりたいなと思って。うん。うん、で、たけさんが DPM。DPM やる。わ、斬新やな、いいですね。やりましょう。いいね、省エネ感あるね。省エネ感ある。うん、うん、ロール的にもちょうどいい、素晴らしい。うんうんうん、なんか、なべしさんが喋りたいっていう理由は、とりあえずちょっと喋る機会を増やしたいっていう感じですか。まあ喋っときたいし、うん、喋っときたい、うん、なんか練習とかしてんの。いや、そんなにできてないから喋っときたい。うんうんうん、ちょうどいいな。いいっすね。ではですね、うん、モーション、竹さんかなべしさん選んでいただいて、何でも大丈夫です。あれでいいんちゃう。まあじゃあせっかくなんで KK カップからいきましょうか。あ、やべ、会社のホームページ出てる、やべ、まあいっか。あー、よくないなこれ。あー、よくないな。一回消したらええやん、そんな。真面目にやり始めてからやったらええやん。確かに。いや、今、だって、その、お休み、シェンウとかの話をお届けしたいですもん。ボソボソ、おっさんたちが何言うはしゃいでんねん、みたいな。お届けしたいですもん。いや、おもろいと思うねんけどな。俺、だって昨日の風呂で俺天才やと思ったもん。思って、なんか、竹さん珍しくめっちゃテンション上がってると思って。すごいの思いついたわ。めっちゃ珍しくテンション上がってると思って。なあ、と思って。じゃあ、ラウンド1からいこっか。パッと。ラウンド1はどいつや、こいつか。KK カップ？はい。モーション上がってんのか。
え、じゃあちょっとあのまだ見ないでください。何系でいきたいですか、ジャンル、ジャンルというかテーマ。分かんない。なべしさんは何でもいいけど、リグレットみたいな。お、リグレットモーションですか。前しくったから。おー、なるほど。ではですね、うん、リグレットモーションは、あ、まあまあまあ、あ、じゃあこれいきます。サポートがあるやん。え、ポート ラウンド3がサポートになったの。あ、じゃあ、いいじゃん。ラウンド3どれや、なんだこれか。This house holds communal child rearing. Communal child rearing is a system of raising children as a whole. あ、いいじゃないですか。いや、でもちょっとなべす、Biological parents use parental rights to their children and the communities give necessity of life. あ、これ面白い、面白い。Education and money for independence, etc. To all children equally. Also, parents and children live apart and don't keep special connection to each other. は、なんだこれ。なんだこれ。まあ、マジか。あれっすよ、あの、器物の進化版みたいな感じっすよ、言うたら。何の進化版？器物。器物？はい。器物。器物。なんかコミュニティで子供を育てていこうっていう感じなんですよ。で別に。仏にカエルと書いて器物？いえ、カタカナです。どこのコミュニティか忘れたんですけど、まあ、そういう昔ながらの部族があって。はい、イスラム教じゃなかったっけ？イスラムでしたっけ？ちょっと詳しくは忘れました。そうなんや。へえ。うん。うん。いけんのかな？僕はありますけど、僕、子供の話になったら、自分の世界に入っちゃうんですよね。なんかペアレンタルライトっていうか、なんか、子供を育てる権利はねえっていうのかな。ちょっとこう思ったの真似したんですか？お前に食わせるためよねみたいな。子供を育てる権利はねえみたいな。ねえ。なんかドラマであのいじめられてる女の子はお前の席ねえから。あ、ナナね。お前の席ねえから。ボーン。あれ思い出すわ。懐かしいな。なんか椅子投げられるってやつ。教室の外に。あれめっちゃ面白い。あ、これやります？せっかくなんで。これ、えんちゃ、えんちゃ、うん。はい。これやろう、これやろう。はい。うん。じゃあ、ちょっと携帯取りますね。すいません。はい。あ、ありましたわ。え、じゃあ、ナベシさん、L をやるってことなんですけど、プレパーは普通にも参加しないって感じですか？ PM の。いや、まあ、普通にやるよ。ほう。普通にやったらいい。んで、まあ、僕のスピーチ聞いてる最中に、みたいな感じですね。うん。OK です、OK です。はい、では、それっぽく、じゃあ、モーション発表されました。Okay, double K cup, round 3, trr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 
raising children as a full society. In this system, biological parents lose parental rights to their children, and the communities give necessities of lives, education and money for independence, etc. to all children equally. Also, parents and children live apart and don't keep special connection to each other. The motion is, this how support communal child rearing. Stopwatch is ready. Good luck. そうなんや。コミュニティ、コミュニティが。これまずちょっとこっちの世界観を明確化したいんですけど、そうだね。まあペアレンタルライトがなくなるで、そのコミュニティが育てるっていうことなんですけど、もう生まれた瞬間からもう隔離して、どのレベルで育っ、もうペアレンタルライトを失うかってちょっと知りたくないですか。もう完全に会わなくなったり面会も全くしないのか、それともなんか週1とか月1で面会ぐらいはできるのか、それも多分 Don't keep special connection to each other ってことはもう完全にあれですね、隔離状態ですね、完全にない感じ、うん、まあまあそれはそれで
うん、面白い。コミュニティって何なん？それは自分たちがもう定義できるんですよ。その言うたら、その地方ごとの、自走、自動相談所とか、そう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 。自治体とか、自治体とかになってくるんでしょうね。で、もっとなんか進化した、その統合的な施設みたいなのができるんじゃないですか。学校もあれ、学校の医療とかめっちゃ入った版みたいな。うん。うん、言うたら児童保護所みたいな感じになってくるんでしょう。あ、ちなみにこれビートなしなんで25分でやりましょう。はーい、うん、ってなってくると、まあ一番の S 級の問題でこのモーションでユニークに救えるかなっていうのが、バースロッテリーの問題とか言えば親ガチャの問題ですよね、っていうのはなくなりますよね。うん、うん、間違いないね。そのまあ言うたら親ガチャにもいろいろ種類があって、シンプルに金銭面から生じる不均衡の問題であったり、あとやっぱり虐待とかもね、うん、ありますからね。それもまあなくなると、まあ宗教とかもなくなると、うん、っていう話をしっかり立てれるじゃないですか。それはプラクティカル的な話で言えば、子供にとってのメリットみたいな、それは間違いない。うん、でそこをちょっとまあまあ立てれそうなんですけど、じゃあそれって本当にペアレンタルライト、カスティティを奪うレベルの、奪うジャスティフィケーションがあるレベルのものなのかっていうのは、ちょっとそこをファーストからしっかり詰めたいですね。なんかそもそもやけどさ、はい、なんかそのすでにある権利を奪う、なんか2つぐらいスタンスがあるかと思ってて、はい、1つはそもそもペアレンタルライツみたいなものはもう存在しねえっていう、はい、あ、もうそもそもね、そうそう、はい、いや、なんでなんかお前が産んだからっていう理由でそいつに関してコントロール権がなんでお前に与えられてんねんっていう、うん、もう別の生命個体なんやから、うん、それでもいいと思うんですけど、だとしたらガバメントの世界で子供産むメリットがなくなるんですよね。そう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 、うん、あ、ここは一番強い話はこんな世界で誰も子供みたいなと思いませんよっていう、うん、でそれでもええやんっていうのが、うん、まあまあ最終的にはそれで開き直ったらいいと思うんですけど、実際問題どうするんかなっていうのもまあ考え、いや、別にいいんちゃう、いいんちゃう。うん、ね、でコミュニティが死んでいきますみたいな、うん、ね、まあ、なんか最悪あれだよね、試験管ベイビーの世界になって、そうそうそう、まあ最終的にはそこに落ちていくんでしょうけど、ね、竹さんが思ってるもう一個のあれっていうのは何ですか。もう一個はそもそもペアレンタルライツっていうのは、はい、そのなんだろう、そのステイトが子供を育てるのが原則としてあって、はい、その代理権としてステイトの代わりにこの子供を育てていいですよ。なんでかっていうと、現状はそういうステイトが子供のことを全て面倒見ることができるようなシステムが存在しないから、だから一定のルールを設けてそのステイトが期待する範囲を超えない限りにおいては、代わりステイトの代わりに親が子供を育てることを許しているっていう。まあ、それはプロキシーライツって言って。はい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 。で、プロキシーって代理だからさ。はい、誰の代理なんて言ったらステイトの代理、うん。そのスタンスよりかは、なんかハードでがっちり攻めれるのは前者な気がしますけどね。うん。と思うけどなぁ、と、うん。そうそうそう。で、言ったら、もう、なぜ貴様らは子供を産んだだけでそんな権利を持っていると思っていたみたいな、はぁ、あ、みたいな、うん、そういう、うん、そういう感じかな、うん、やっぱコンパリとしてすごく明確に言った方がいいよね。そのほう、どういうことですか。なんだろう、
なんかそのコミュニティの存続のために子供を産み続ける、要はその親が子供を産むインセンティブを持っておくっていうことよりも、はい、生まれてくる子供がなんか幸せになることの方がこっちとしてやっぱ問題だと思いますっていう、うん、いいですね、いいと思います。でまあモデルというか、まあ、サポートする世界観の中で、まあ、テクノロジーがどんどん今発達してるから、はい、まあ、そのうち人工授精、人工授精とかまあ今もできるようになってるし、うんうん、そういう、ね、まあ、今後はそのもし誰も子供を産みたくないっていう感じになってきたら、まあ、政府が試験管ベイビーを作るってことも全然ありですよね。試験管ベイビーって英語なんて言うんですか、なんて言うんだろう、まあ普通にステート will artificially create lives とか、うん、utilizing like sperm banks、うん、and、はい、egg bank、 はい、 OK です。って言ったらいいんちゃうか。要はだって現状でもさ、はい、その各個人のウェルビーイングのためにその子供を産む産まないっていうのはさ、ある程度その個人が決められることがあって、はい、でそれによって例えば少子高齢化とかむちゃくちゃ進行しててさ、すでにもう社会が崩壊しかけてるわけや、はい、だけどそれを政府としてその規制するってことはしてない、うん、わけで、まあ、あのこれはあれで、あの別にアーギュメントに落としてあ大丈夫です、セカンドで近づくとこうコンパリ的なイメージで、うん、はい、そうだからなんか社会が崩壊するんだみたいな、うん、まあそれはオポアオポの価値観で、むしろなんかその社会が崩壊するんだったら強制的に子供を産ましてでもいいよっていうスタンスで来る可能性はあるけど、うんうん、こっちの世界ってリリジョンどうなります？まあ、あと大人になって入りたかったら入れば、うん、なるほど、うんうんうん、だからまあ多分ファーストの S 級の説明はまあそのバースロッタリーもあるけど、そうだね、なんかその親のそのなんだろう、アービトラリーな選択によって、うん、選択とかまあ親の置かれている状況によって子供が受けるまあハームはいをまあ話して、はい、でなんかね、で結局その子供時代のそのハームっていうのがなんかそのテンポラリーなものじゃなくてすごくラスティングなインパクトがあってみたいな、子供人生を壊しかねない、はい、まあ、宗教もそうだしポーバティもそうだし、うん、なんかチャイルドアビューズもそうだし、うん、まあエデュケーションとかもそうなのかな、 OK です OK です、っていうのを多分3分半ぐらい喋って、おちゃんと前回の反省を生かしてくれてはる時間もステージでいただいて、ありがとうございます。これは問題やっていうのを言った上で、これ結構 AP もそれなりに時間割いて喋んないといけないのか、いや喋んないといけないんですよ、なんか世界観が今の世界のシステムの延長では分かんないっていうか想像しにくいんで、しっかり言語化してあげた方がいいのかなっていうふうに思いました。
だったら S 級ちょっともうオビアスな感じのは、まあ、例の数をただ増やしていくだけみたいな感じになるやんか、うん、だったらもうなんかでかいインパクトのあるやつを絞り込んで2つとかにしといて、うん、もしくは僕からその例でポイポイって出しとくんでセカンドから伸ばしたりした方がコスパ、うん、それでもいいかもね、うんこいつらはどこで生活するんだろうな。グループホームみたいなところで生活するんだろうか。そうです、そうです、そうです。なんかそういうこともモデルで言っといた方がいいよね。了解です。うん。いや、なんかわかんないけど、その学校と生活。あ、それも大丈夫です。立ててます。OK、OK。はい。LP はどうなの？多分 AP で唯一その言っといた方がいいかなと思ったのは、はい、セルフアクチュアライゼーションはある程度できるかなっていう。ある程度っていうのは誰のセルフアクチュアライゼーションになりますか？子供？ほう、ある程度どころですか？むしろなんかそこが押しどころじゃないですかね。そうだね、うん、まあ、いけんのかな、うん、こうやって子供が急に宗教に入りたいとか言い出したら止めるのかな？止めないよね、政府がですか？うん、勝手に、まあ、それはいいんじゃないですかね。もしくはなんか概念的な意味での宗教ってエデュケーショナルプログラムに組み込まれてるんじゃないですか。普通に社会科の勉強みたいな感じで、キリスト教はこうこうこうでみたいな、イスラム教はこうで、うん、どっち、ああまあそうなのかな、うんうん、でそれは言うたら社会の倫理とかでも一緒じゃないですか。別に何ですか、うん、あの社会の自民党と ねめっちゃ押すとかじゃなくて、政治の世界、政治の授業でフラットに、まあ、こういう政党があってみたいなところを紹介していくみたいな。まあだからその教育のカリキュラムみたいなのも触れといた方がいいかもね。ああいいですね、いいですね、うん、教えるみたいな、はい、なんか僕が平屈言ってきそうなのは、例えばなんかステートが今あんまりサポートしてないような、なんかわかんないセクシュアリティとか、あ、まあそれも積極的に取り入れていくよみたいな感じじゃないですか。出してきたらそのグループホームのなんかケアテイカーみたいな人はをどうするんやろ、リスペクトしてくれるのかな、うん、サプレスされるのかな。うん、まあ、サプレスされるでしょうね。まあそこはね、サプレスされるけど、うん、別にそれってどこでもそうじゃない、家庭でもそうじゃないっていうところはしっかり、別にそれ決定的に違いがあるっていうところはそうじゃないよ、一緒だよっていうところは言えますね。そうだね、まあなんかそのそうだね、それは一つあるのと、そのまあチャンスはサプレスされるチャンスは AP の方が少ないですと、はいっていう話と、あとそのサプレスされた結果として多分バイオレンスになるとかいうところまでは多分いかない。まあそのプログラムとして子供に手を挙げないとかさ、なんかそういうプログラムを組んでるわけでしょ、うんうんうん、はいはいはい、ベーフとして、うん、だからなんかそこでするから、だからその結果として、はい、まあ、ハームは AP の方が少ないです、うん、みたいな話なのかな。はい、
めのハームなんですけど、ちょっとサマリーしたくて、はい、まあ、何個か区分けできると思うんですけど、タイトル的に、まあ、タイトルかリーズン的に言えば、まあ、ドメスティックバイオレンスがあって、でそこでまあちょっとネグレクトとか暴力とかで、将来的にまあアダルトチルドになったり、あとシンプルにディプレッションになったりとかする。うん、1個目のハーム、これ2個目がどう説明してるかちょっと分かんないんですけど、なんか極端なアイデンティティのインプランテーションとか、そういう例でリリジョンの説明していいですか？もうちょっとなんかいいワーディングあります？え、ごめん。あ、はい、なんかリリジョンとかもなんか極端な、エクストリームアイデンティティインプランテーションオンチルドレンみたいな感じのワーディングで、その偏ったアイデオロジーを、うん、の教育を受けている状況もあるよねっていうところで、うん、例えばリリジョンの説明とかしたいんですけど、なんか他、いい、そんな感じでいいですか？いいんじゃない。はい、あとはやっぱあれですね、ファイナンシャルあれですね、 OK です OK です。特になんか最近やっぱりミドルクラスよりフォアが増えてるから、うん、フォアがマジョリティになりつつあるみたいなこと言ってもいいかも。うん、まあそこまで言わなくてもいいかもしれないけど、うん、そうだね。わかんない、なんかそのあれ、なんかエホバの証人みたいな話。そうです、そうです。メディカル、必要なメディカルトリートメントが受けられないとか。そうですね、まあそこまでいかずとも、まあ、コンパーサルエデュケーションの観念からかなり離れてる競技とかアイデンティティとかっていう感じですね。それによって何が悪いんやろ。あんまインパクトは出せないですね。インパクト出さないと多分ね、ちょっとしんどいと思うんだけど、うん、でちょっと一旦置いときますか。もし宗教の話でインパクト出すのが難しいんやったら、はい、もうカットしてもいいんちゃう、うん、残したいですか？鍋石さん的にどうですか？残したいですか？それでレリジョンって一言だけ言っといて、はい、広げんな別の話にしたら。はい、わかりました。うん、うん、それいいんじゃん。おっ、むずいな。大悟、今いい話持ってたわ。はい、あの社会制度的に、はい、あの身分制度みたいなの残ってる、カースト制度みたいなの残ってる社会、はいはい、で一回それに追われた瞬間にもう終わりじゃん、うん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 、そいつら、はい、このポリシーっていうか、これが入ったらさ、この世界だとさ、はい、存在しないんじゃない。そうか、はもうそのあれっすね、バンインヘリタンスの感じでいきましょうか。その言うたらあれっすね、カースト制度とか話に近いじゃないですか。そう、なんかソーシャルクラスとか、うん、そういうディスクリミネーションで誰の親によなってるかっていうので、うんうんうん、結構決まったりとか、誰と生活してるかみたいな、はいはいはい、それをだって今回だとオールチルドにイクオリって書いてあるから、うん、その垣根は全部取っ払われるから、はい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 、ここのディスクリミネーションが減るみたいな話は結構強いかも、うん、
だから AP のベネフィットとして多分そのベターソーシャルインテグレーションみたいな、うん、セグレゲーション、レーシャルセグレゲーションとかそういうなんかソーシャルクラスセグレゲーションみたいなものが多分ちょっと減る。はいはい、はい、いいですね。なんでかというと、まあ、1、インタラクションがまず起こる環境があるからって感じ、うん、あとそもそもその概念が、あのその差別の概念自体が、うん、アソシエイテッドウィズアイデンティティオブyour parents とかでコミュニティ、あそれね、あれっすわ、近いわ、ラディカルアイデンティティで SQ で話そうとしたことと近いっす。ああ、だから AP で裏返して、シズム、うん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 、オッケーです、オッケーです、オッケーです。そうか、じゃあレイシズムのインパクトはそういうヘイトスピーチとかソーシャルセグリゲーションとか、はい、あとなんか必要なヘルプをお互いにし合わないとか、ちょっとプリンシプルバーって話してください。今すぐちょっとそのペアレンタルライトを取っている理由で、ペアレンタルライトの話、はい、は、思いつく限りだと、はい、なんだろう、なんだろう、だから多分 Just because you give a birth to your children、はい、you're not automatically entitled to raiseThat children. はい、うん、Because your children is a completely separate species、うん、and separate human being、うん、and he is also treated legally different from the parents、うん、なんか the mere blood connection itself cannot justifyThe parents' absolute control over the children. ありがとうございます。っていうのが一つと、はい、まあ、あとやっぱ組み合わせて言った方がいいかもね。そのさっきのプロキシーライトの話。うんうん。ちょっとさらっと言ってください。ちょっとあれは急ぎ足になっちゃった。なんだろう。Some parents cannot work for the best interest of their children. はい。When state is much fairer and better actor to provide necessary, なんだ、all the necessary treatments to children, then state should do that. うん。AP が薄くなっちゃうんすよ。で、プログレムのハームのとこをしっかりまあまあ掘れる自信があるんで、裏返しの感じで AP を伸ばす準備はちょっとしていただけたらと思います、うん、はい、やっぱりなんかソーシャルセグレゲーションとかの話は強い気がするんだよな、うんうん、その話強いと思うんだけど、はい、いいと思うんだけど、あ、もう時間？あ、いいっすよ、さらっとそれだけ言ってください。あ、強いと思うんだが、この子供が育てられる期間が終わった後に差別が生まれないっていう証明をちゃんとしないといけない、うん、そう、差別はね、多分生まれんだよ、多少は、うん、そこのなんか差をうまくビビッドにイラストしないと、どうせ肌の色とか違うし、なんか、うん、ね、わーわー言われるんだろうけど、うん、まあベターになるぐらいじゃない、多分言うとしても完全になくなるってのは厳しいでしょ、うん、OK、
けです。あ、竹さん、あともう一個ちょっと全体的にあれっすわ、ジャスティフィケーションがさらっとしか言えないんで、アサーションないんで、それをねセカンドで補足していただけたらと思います。じゃあ行きましょうか。KK カップラウンド3 This is a support communal child rearing。 じゃあちょっとコールしてください、本格的に。コール、コール。 Welcome to round 3 of the Double K Cup 2020、the motion before the house is this house prefers a world where children are raised under communal child rearing over family based raising。Without any further ado, I call on Prime Minister to open your case within 7 minutes. You're here. KK カップ緊張するな、初めてやから。頑張ろう。In the failure of the current custody system right now, is unfortunately children have no choice but to opt out.From the silly parents under status quo, ladies and gentlemen. Assuming that if we are able to provide a perfect environment, which can provide good quality of the school, hospital, or group home, at the moment there is no concept of the meaning of the custody itself. That's why we think we should support communal child rearing rather than the custody system in the status quo. Three things I'm going to talk.Number one, I'm going to talk about the harm of the status quo. Why, based on unfair birth lottery, children have no choice but to bear huge unnecessary burden in SQ. Second of all, I'm going to picture the society of the Afla plan in the society with communal child rearing. Last of all, I'm going to talk about the justification. Before moving on any, I'm going to clarify what kind of society we are going to support under communal child rearing. So of course, like exactly this motion say,When children are born, parents and children are separated completely each other, and parents are no opportunity to see children after their life, after they got born. And so what kind of the actually situation there will be for children? So there are some examples. So of course, so there is a necessary goods, necessary money, necessary educational program,necessary medication will be completely guaranteed and provided from this from governmental institution. For example, in terms of the housing, of course children can live in the completely comfortable house with kind of the dormitory or something like that, and with supervisor, and there will be enough food or infrastructure and a human relationship with friends and so on. If they get sick or diseased, they can go hospital for free, of course. SoAnd regarding the educational program, there will be, of course, the fully educational curriculum with very flat and neutral program without any specification of the political ideology or religious ideology is going to be completely fulfilled in our side of the house until they become adult. So this is a very simple model we're going to provide. AndYeah, moving on to the first issue about the harm of the status quo. So ladies and gentlemen, what's the impact of the current custody system? So it means every single parent's, every single children's destiny is completely dependent upon the parents. If the children are loser of oyagacha, there will be highly likely that those children's possibility of their future will be very dismal. This is a problem. I'm going to give you three analysis.So number one, regarding the domestic violence parents case, unfortunately there are many stupid parents actually try to release their stress or try to, you know, hit or punch or slap their children without deep consideration of the harm on their children. Ladies and gentlemen, this is very serious because first of all, of course there is physical and mental damage is going to be implanted on the children, and second of all, even they become adults,there are huge mental shock. That's why there will be some of nightmare or traumatic situation is going to appear, or there will be some of children still having adult children symptom or so forth. This is very serious. And more than that, there is no work
monitoring system is completely available in the status quo. Of course, there is a reporting institution and the 児童相談所is actually guaranteed systematically, but there is no way to actually those official officer is going to visit and try to check what kind of the medical parental education is going 24 hours a day, 7 days a week. This is impossible. In any treatment can be done in opposition side of the house. This family is very close environment and there is no way to solve that except for this proposal. Second of all, about the radical identity implantation is happening and we cannot prevent that in SQ form. Why is that? Because for example, there are some of racist parents or very extreme religious parents such as OM or neo-Nazi group, and there are kind of very very gender misogyny parents also. Yeah, these radical identity parents are exist certainly, and those children have no choice but to take over the exactly same identity from parents, and those children are no choice but to have doubtful eyes to these ideologies, and probably those children are going to commit hate speech or discrimination without noticing any harm to other people. This is serious. And last of all, about the financial disparity issues, difference between parents and parents are also serious, because of course that's good for some rich people's children can get fully educated or fully, you know, a fruitful life will be guaranteed at the moment they were born, they got born. However, not many other people, especially poor people, and not only poor people, that right now middle class people are fine, but gradually those people are going to, you know, decrease in the future. Those people have to have a huge huge burden in terms of financial capacity. That's why they have to, of course, they have huge gap in terms of the annual income, life income in the future, or their you know, there are so many financial gap exists based on their parents. This is a serious problem. How we can solve it then, moving on to the second of the situation proposal. So first of all, there's this kind of minor substances based on parental factor is going to be completely excluded in our society. Domestic violence will be disappear, because those super advisor in the school education or homeschooling housing is there. That's why there's no worry about it. And extremely radical identity implantation is also nothing, and because these educational curriculum are completely flat. And also the financial disparity is going to be decreased, because there's a kind of the system of the basic income is going to be introduced to every single children with exactly the same price. That's why there is no problem about it. Second of all, it is also good for social integration as well. In the status quo, unfortunately, there is some of racial segregation exists based on racism or so religious differences. Those differences can often cause discrimination, because those identities are actually taken over from the parents at early stage. But those differences based on the social status, based on the caste, based on religion, based on racial differences is of course going to nothing, because they're staying together at very early stage. For all those reasons, this is very good to decrease the minor substances for children education, and also to social integration. We're very happy to propose. Thank you. Thank you very much, Prime Minister. Next, let me call up the leader of opposition. Yeah. Thank you, panels. Yes, we recognize and realize there is a problem and failure in some cases of the parenthood, but it's not enough justification to take away their children for the government, because government itself is not entitled to raise up children where they have no investment into, whereas parents have invested a lot into their children before they are born and during their giving of birth and after they give birth. That's why they should be entitled this right.
Thus we oppose. Three things to talk about in my speech. First of all, what's your model from the opposition bench? Secondly, why parents should have the right to raise up children? Thirdly, why people lose motivation to give a birth on their side? And population is going to shrink and society would collapse. So firstly, about what's our model? What we support as a family-based raising is firstly, we're going to intervene into unqualified families as much as possible. If necessary, we're going to, for example, make them pass a test to become a parent. For example, we're going to check whether or not they have a decent income, whether or not they have a good personality or characteristics, whether or not they haven't committed crime violent enough for the children to be abused. And as a consequence, we can minimize risk for the child abuse or negligence, etc. Secondly, we're going to make sure the children can access the hotlines for abuse. We're going to make sure that the police can intervene in the families. We're going to, for example, make priests confess what they hear in the confession, which is very common in the debating motion, right? So we're going to take those measures as much as possible to minimize risk of the child abuse or the minimize the gap between the birth lottery who are born into the rich family and the poor family. Thirdly, we're going to give as much support as possible to families. For example, who need money, we're going to give financial support. Who need a babysitter, for example, working mother, working father, single mother, we're going to give them babysitter. For example, we're going to maintain the kindergarten as much as possible. Then we're going to minimize risks as governments illustrated before. That's the model we support from our side. Then, let me rebut their argument on this line. What they said is under their model, these kind of abuse are going to be minimized. However, we say there's no guarantee that government can perfectly execute this model. Why? Because it's still people who take care of their children. It's not machine or AI, but still, there are teachers, for example, there are babysitters, whatever. Those people still take care of their children. As a consequence, there is a diversity in those teachers. There are also, of course, good teachers, same with assembly as a good parent, and there are of course bad teachers, malicious ones, malicious child bearers. For example, they rape children in the hidden places, and because of the power imbalances, children cannot voice out. Same situation with a parenthood. That kind of situation is also going to happen under their model, and they say they minimize it. We say we minimize it under our model as well, right? In this sense, what they can do is they can only reactively intervene into this situation. They cannot proactively punish those bad teachers or bad people, right? As a consequence, the point here is the difference or exclusivity between their model and our model is extremely minor and just negligible. The practical consequence of the child abuse is still going to happen under their model. That's why their case is absurd. Moving on to the second argument, why parents should have the right to raise up children. I have broadly two reasons why. Firstly, because parents invest a lot into their children. Secondly, states are not entitled to take care of children. So firstly, about the parents invest a lot. There are three sub-reasons. First, before they give a birth, all the efforts for the child giving a birth is made by individual citizens, not the government, right? For example, finding a partner, getting into a love relationship, and have a sexual intercourse, and after that, they give a birth. However, during expectancy period, they have to care about their health. They shouldn't drink a lot. They have to care about their children. They cannot play sports. They have to sometimes quit their job or at least leave from the job for the child, giving a birth. They have to prepare for that kind of a child giving a birth, which means that all the efforts put into this this situation, this period, is not made by the government, but made by the people, made by citizens. They have invested a lot. That's why children can be born into this world. Secondly, when they give a birth, they risk a lot of their lives, right? For example, women have to give a bear a severe risk. For example, 0.1% of the women have to die while they are giving a birth. This is extremely problematic because who bears risk is not the government, however, the people, right? Again, who citizens on the ground bear the risk and give a birth. And thirdly, after they give a birth, they sacrifice their time, energy, money to raise up children. They engage in the promise they're going to protect their children for the entire life,
which means that they have already made a promise for the children for the future. They're entitled to get the right for the parent to put in the situation. That's why adoption is fine. We're not saying that the bloodline is a problem. We're saying that this engagement and the promise they make is a prerequisite for the parents to be a parent. That's why government is not in this position. Secondly, why states are not entitled to take away children? As much as I've explained already, states are not in the position to give them invest into their children, right? Because the efforts that they make is just, for example, maintain a system. Just giving, for example, financial support, or for example, like kindergartens or those sort of things. There is no direct support. There is no direct engagement of children in the situation before they give a birth or during they give a birth. We say government has no justification to intervene into this situation. That's why their proposal is unjust. Thirdly, white people lose motivation to give a birth and the population is going to shrink. Because we say the big part of the incentive to give a birth is to see your children, children's face, and see your children grow, see your children play in the park, see your children, for example, master at the piano, soccer, or those sort of things, education, and those kind of things that inherit your own future is a big part of your motivation and incentive for the childbearing. If you take this, if they live in the world of the government side, which means that they cannot see the face of the children. They cannot see the, for example, process their children are going to learn. They cannot see educational things. They cannot give their children the knowledge they have. This is a huge disincentive. As a result, population is going to shrink. Well, this is extremely problematic because the workforce is going to shrink, tax revenue is going to shrink. As a consequence, society is going to collapse. Social welfare distributed to the poor cannot be distributed under their model. As a consequence, the world is going to collapse. We have to make the disincentive and motivation as much as possible by living under our world. For all those reasons, we oppose. Thank you very much. Next, let me call upon the lead Deputy Prime Minister here. Thank you, Mr. Speaker. I'm going to talk about three things in my speech. First, I'm going to deal with the issue of child abuse. Second of all, I'd like to talk about parental rights, whether or not that exists and that belongs to the parent or that belongs to the state. Third of all, I'd like to make a comparison about the world where the parents are raising the child and the communal child raising in terms of, for example, the arbitrary choices of the parents and also the social impacts such as social segregation related to individual identity associated which family are you born to. Before that, one rebuttal to the previous speaker. So the previous speaker has mentioned the huge harm they assume on their side of the house is about population decline, because the parents' motivation is to give a birth to the child is the fact that they can invest in the child, that they can have a relationship with them. I have two responses. First of all, in case that the parents will need another motivation instead of raising a kid, then state can financially incentivize those parents to give a birth to the child. If people are interested in receiving enough financial reward or compensation, and there are a certain number of people that the people are going to take part in. And second of all, even if after financially incentivizing them, then still we don't have enough number of children, then states can maybe make the artificial babies, such as using the sperm banks or egg banks and so on. And third of all, even if the population may decline, but we think this is acceptable because in comparison with all the harms that we see talked by the Prime Minister, right? Our society should not be standing in expense
of the severe harm to the children, Mr. Speaker. So we prioritize the protection to our children rather than the sustenance of the society, as long as that we can maintain a certain order within our society, even taking this motion. Moving on to my constructives. Firstly, about abuse. So, ladies and gentlemen, my partner Daigo has explained a lot about the child abuse harm, and the response we got from LO is like this: they're going to pre-qualify the parents before they're having child, and so on, right? And then he's trying to say that there's no significant difference between government world and opposition world. We have two analyses. First of all, like, even though we see certain number of the child abuse happening in our paradigm, right, then we can have the countermeasure to deal with it. For example, at the moment we find that incident, we immediately fire them and we have the replacement. Also, we can have to make like a secret call for the children so that she can call for an emergency. And also we can have like a watchdog system. The outsider is actually watching over the movement and activity of the parent or the teacher or caretaker, so that we can minimize those risks. Second of all, so we think the huge problem of the late opposition's case is the fact that the child abuse is actually derived upon the child raising. It's derived from child raising. So before you're giving birth to the children, then you cannot actually fully scrutinize the possibility of child abuse, because the parents do not really know and realize how difficult child raising is, Mr. Speaker. So that's therefore the pre-qualification system does not necessarily work to prevent all the cases of the child abuse. Whereas under our paradigm, caretakers are at least more qualified by making sure that we have a license and we have education curriculum and actually know and get the old knowledges and so on. So we have a massively less possibility of child abuse to begin with. Second book about the parental right. So the opposition said, A, the parents have invested a lot. B, opposition parents actually bear a lot of risk. So we don't really see why this investment and risk are associated with the parenthood itself, Mr. Speaker. So we believe there are two things about the parental right. First of all, that we think that fundamentally the parental right given at the current society is a proxy right from the state. So their assumption is that as long as state can provide the sufficient caretaking for the children, then state should take care of those children. However, under current societies, since state cannot provide those sustenance for the children, then we let the parents to take the proxy over it, Mr. Speaker. But however, we are proposing the scenario where the state can take over the right of the parent by providing the actual capability of taking care of the children, then there is no need for the parent to be a proxy of the state to begin with. And also, that before you're giving a birth, then maybe you're biologically connected to your children. However, the moment you give a birth, then that children is a completely different social entity, Mr. Speaker. No matter how much you risk, no matter how much you invested, doesn't really mean anything, right? The your mere blood tie cannot justify the absolute control of your parents over the body, Mr. Speaker. However, the state has a right to take care of those children, because the state is the best actor to provide the necessary services, and also the state has a societal responsibility to take care of those children as a very essential part of the societal membership, Mr. Speaker. That's why, in terms of the parental rights, we have no justification coming from the opposition side to prove that the parents have absolute right to begin with. Lastly, let's make a comparison. So there are many cases the parental arbitrary decision can harm upon the children. For example, religion. When your parents are Jehovah's Witnesses, Mr. Speaker, then even though you are almost dying, you're hospitalized, but you cannot actually get the blood transportation surgery because your belief or parent's belief is blocking that, and you're going to die. And also, for example, your Amish children, right? Amish are really taught to be conservative to the Catholic Church. However, there's a huge rape culture going on. There are massive cases of rape, no community protection, no family protections out there. There are massive number of girls are raped at the end of the day. They're suffering internally, and some of them are committing suicide.
Also, Mr. Speaker, there are cases of social segregation and discrimination of identity related with your family identity, Mr. Speaker. For example, in the case of the class system in the UK, also in the case of class system in India, like caste system, right? And at the moment you're born with certain social group, at the moment you're born with certain family, your life is actually decided. You're going to be the victim of perpetual discrimination as long as you're becoming part of that family, Mr. Speaker. After taking this proposal, we can remove all of them by actually cutting the social tie with the family, and also we can cut the social tie of the arbitrary choices made by the parents. We can take care of those people in a much safer society. Therefore, we propose. はい。感想を一人ずつ言っていきましょうか。はい、じゃあ僕の感想は、うん、やっぱりね、配分がいけてないですね、まだまだ。お疲れ様です。難しいですな。僕の配分の理想は今のレベルやと、うん、モデル1分で、まあ、ハーム、まあ、3分そうですね。で AP もまあ2分でジャスはちょっとやっぱり事前に言ってたけど、うん、さらわないといけないなっていう意識あったんで、まあ、30秒から1分で言おうと思ったけど、うん、ジャスを全く言ってなかったですね。出すべき話、うん、モデルがやっぱちょっと違うかってな。うん、なんかやっぱもっとあれだよな、ファーストにもっと詰め込みたいな、うん、てか S 級の話はそんなにいらなかったんじゃないかっていう気がなんかしなくもないんだな。うんと思うよ。うん、なんか S 級の DV の話終わったら4分ぐらいですか。うん、うん、まあそうやね、難しいですね。難しいですね。まあオポが実際こういうスタンスで来るかどうかは分からんけど、でもオポ言えるかも今回なのかな。まあそうだろうね。うん、じゃあ鍋さんコメント。なんか俺でもチャイルドアビューズだけの話じゃないと思うんだよね。うん、と思う。うん、結構なんか壮大な話、なんかすごいプロブレムセッティングがね、うん、なんか分からんけどすごい PM の段階でどうだろう、なんかあんまマジョリティに聞こえなかったような感じしなかった。うん、マイクオンにしなかった。こう、うん、そうだね。ずっとあれっすわ、ミュートしてたんで一人でめっちゃ喋ってたんですけど全然レスしてくれへんやん。ガン無視されてるやんと思って。ああ、すげえ最後静かだなと思ってた。そうやな。いや、あの僕が言ってたのは、あの時間はでも最初はちょっと噛み合ってたんですよ。時間配分がやっぱいけてなかったですね。うん、そうやなってそんだけさん言ってて。うん、ちょっと時間やっぱりモデル設定とか S 級で使いすぎちゃったんですよねって言った瞬間に鍋さんが、うん、確かに S 級そんな時間いらなかったと、もうめっちゃ噛み合ってたんですよね。うん、すごい。何なんだろうな、なんでこんな時間がかかるんだろうな。え、シンプルにやっぱ喋るの遅いっすか。まだどうっすか。うん、いや、なんか遅すぎはしないと思うんだけどね。なんか冗長なんですかね、やっぱり言わなくていいところをちょっとリピートしちゃう癖あります。やっぱり発動してました今回。いや、なんかね、いや途中までは普通な感じで言ってたんだけど、どうなんだろう、なんか DV は難しいんやけどな。まあ、いっぱい言うんやったら、モニタリングアウェイラブルじゃないみたいなやつとか、止めづらいみたいな話は、うん、多分切っていいんだと思う。うん、なんか喋ってる最中に思いついて、これもちょっと言っちゃおうみたいなノリで。いや、なんかあっても全然いいねんけど、そうやな、なんだろうね。なんかやっぱりなんかコンパクトになってないのかな。なんでやろうな。なんか俺ペース的には割と普通な感じに思えてんけど、でもやっぱりもっと早く喋った方がいいのかね。うん。
S 級のとこじゃちょっと改善版いっていいですか、さらっと。うん、のスピード感をちょっと、内容はまあそんな変えないですけど、じゃあ S 級の、言ってみて、言ってみて、はい、じゃあちょっと時間計りますね。うん、Okay, first of all, let me move on to the first of all. I'm going to talk about the harm of the status quo. Why, based on their birth lottery, children have no choice but to bear huge disadvantageous burden. What's the impact for that? So every single destiny is totally upon the parents, and children have no choice but to receive disadvantageous situation for their entire life. I have three examples for that. First of all, in case of the domestic violence parents.Unfortunately, there are so many parents who commit the domestic violence, such as neglect, or not more than that, directly hit, punch, or slapping children. And this is a very serious problem, because children are having a physical damage and mental damage as well. And more than that, not only temporal damage, but also this damage is going dragging until they become adult, and they got depression,and they got the traumatic flashback in the future, or they became probably adult children or something like that. And there is no clear monitoring system is completely available in the status quo. For example, reporting system is systematically introduced in all the states, but it does not necessarily mean that the investigator can visit the parents' house and parents are monitored 24 days a day and 7 days a week. This is not the case, unfortunately. And second of all, I'm going to talk about the example of the radical... Okay. はい。一回止まってもらって。はい。多分今話し終わった段階で、多分ね、時間的にはファーストアーギューが終わったぐらいの時間や。ほう。体感的には。はぁ、あ。そっから2つ喋るからオーバーしても。だから、ファーストの時間に3つ入れるんだったら、うん、もっと、ポイントだけを喋る必要があると思う。あー、うん、僕はそれ、ねなんかね、わかりました。その、言うたら、箇条書きのところの、もう箇条書きプラス1文とかでいいのに、長々と喋っちゃってましたね、確かに。なんか普通にいいねんけど、パブリックスピーチみたいな感じ、うん、になってて、だから丁寧やねん、だからすごい。スピーチやないかい、もう。スピーチやないかい。やっぱちょっと、毎回思うのは、イントロが長い、イントロじゃない、サインポストが長い。あー、スピーチやないかい。どうしようかな。なんかサインポストでなんか First of all, I'm going to talk about the harm of the current situation, of the status quo.で、I will talk about なんか domestic violence and how the children are なんとか harm みたいな。そう、2回言ってるやん、要は。2回言ってます。それは僕はちょっとあえてのこだわりやったんですよ。なんかその、うん、ラフな見出しっていう意味での大見出しのイントロと、で、その後に具体的にじゃあどういう見出しのことをどういう切り口で喋りますっていうのを、まあ、小見出しみたいな感じで入れてるんですよ。わかるわかる、うん。それだったらもっと縮めたらいい。そうですね。ちょっと一文にしますね。それは。うん、なんか、それだったら、うん、なんだろう。さっきみたいに、なんだろうな。俺はなんか、arbitrary action of the parents とか、うん、arbitrariness associated with the parents、うんうんうん、essentially inflicting harms upon the children、うん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 、って言ってたから。だから、それわかんないけど、そういうこう、一言で。ああ、いや、そこまで、でも、あれやわ、そこが時間食ってるって気づいたことなかったんで。多分結構食ってる。あと、そのジャッジってそんな聞いてないやん、そんなサインポストの時。聞いてないです。それあんまり、中身早いやってジャッジ多分思いながら聞いてる。思ってたんやろな今までのジャッジさんすいませんでした、もう。いや、サインポストみたいな。丁寧に、丁寧にやることは間違ってないんだけど、うんちょっとだから、どうしてもこう詰め込まなあかんっていう目的に立ち返ったら、ちょっと詰め込むんかな、うんうん、そこは。はい。っていうのと、やっぱ、なんだろう、3個言わなあかんのやったら、
どうだろうな、言い方的にはそうだね、なんか there are three cases we're going to present to you. First is about domestic violence cases. There are some parents who abuse physically and mentally abuse children, which sometimes causes the trauma to the children, which can never be healed even though they become adult, and that long-lasting pain results inthe perpetual depression, and some people are committing suicide, and some people are deprived of this capability to associate with the society and the parents. そんな感じ、うんうんうん、それぐらいでもまとめる。なるほど、わかりました、わかりました。そうそうそう、うん、で and two なんか radical identity implantation、うん、みたいな、うん、some children areBrainwashed to be extremist and accumulate hatred against certain group of people unnecessary, then. Mm-hmm. And they sometimes result in like committing hate crimes, mm-hmm. or and so on. That's causing the segregation of the society and unnecessary discrimination against certain mm-hmm. minority. Three, about financial disparity. We're talking about the case of poor parents who are financially not capable of providing enough nutrition or enough education, and they can even take care of them, and these people are economically suffering and intergenerational poverty was never going to be solved. This もうこれぐらいじゃん多分、うん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 、それで3分とか、うんうんうん、だから多分結構3個喋るってやっぱ結構大変やな、うん、勉強になりますわ。確かに自分ではスリムに言ってるつもりでしたけど、まだちょっとあれっすね、続けちゃう癖があるんですよね。そのそう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 、その内容的にはうん、もう分かってるでそこっていうのを別の言葉でちょっと言い換えてみたりとか、そう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 、うん、まだ残ってるんで、なんだろう、あの、うん、なんかあの特大エビ天みたいな感じ。ん？そうフライヤーの中の衣が多いってことね。フライヤーの中の衣めっちゃ乗せに行くやんみたいな。衣が多いってことね。まだ衣かいみたいな。めっちゃ衣でかなるやんみたいな。中身を食わしてくれよ。エビ普通かいやんみたいな。コンビニの肉まんみたいな感じ。そう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 。肉たどり着かへんやん。二口目でもみたいな。そう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 いうこと、そういうこと。わかりやすい、わかりやすいわ。でもね、皆さん、このサクサクのやつ、ね、うまいですやんか。衣がうまいんや、わかってないな。ちょっと乗っけときますわ。まずいわ。ここはね、この店は衣がうまいんすよ。衣はうまいと思うんだが、なんか思ったのは、なんかね、難しい言葉で言うと、自分が喋ろうとしているアーギュメントのバーデンを考える癖をつけた方がいいと思っていて。あ、わーで、はいはい、まあ、簡単な言葉で言うと、これわかるやろっていう話なのか、いや、これはちゃんと説明せえへんとわからんやろっていう話なのかを、ちゃんと、考えた方がいいっていう。それね、なんでわーって言ってるかっていうと、全く一緒のことを今日の理科大の生徒に言ったんですよ。全く一緒のこと、そこはもうあのジャッジとしても否定しないところやから、もうサラサラって説明して、もっと証明、このオポーズとかアファームするのに必要なことをしっかり喋ろう、うん、今回のモーションだとここだよねみたいな感じのことをまさに理科大の子たちに言ってたよね。まあなんかこうジャッジのあ、まあ言ってたことだから分かってると思うんだけど、ジャッジから見てこれはロジックジャンプやろっていう指摘をしたくなるところなのか、そうじゃないのかっていう話だと思っていて、はいはいはい、なんかさっきの大吾のそのアビューズのところの例とかって、別にそこがさ、多少ロジック3個ぐらい間引いてても、多分ロジックジャンプだったので、アビューズの話は分かりませんでしたって、ジャッジに言われないと思うよっていう。はいはいはい。今、相手も講師のしないしね。うん、そうそうそう。相手も別にそこは、そうそう、そこは、そうそう、そこは、うん、否定はしてこないしっていう、なんか、ジャッジの観点で見ても、相手の観点で見ても、なんかそんなにバーデン重くないアーギュメントをステップバイステップで説明しているのが、うん、なんか時間を食っている理由ではないかと。あの常に全力やね。
まあ、結果エビフライになってるかもしれない。あ、エビ天になってるかもしれない。生き方が出るな。生き方が出るな。真面目やったという。そう、実は真面目なのバレたな。ちゃんと全部の天ぷらにね、衣まみし、まみしたろうみたいな。そう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 。これやと思う。エビ見えてまうみたいな。やばいやばいやばい。手抜かれへんっつって。そうそうそう。どんなお客さんにも。これはちょっとエビちょい見せしててもええ天ぷらやわっていうのを多分。そうそうそう。エビうまいわーみたいな感じやん、俺ら。うまいですよねみたいな。おお、うまいうまいみたいな。成立してますやんみたいな。面白い。次からちょっと衣を削ぐとこは削いでいきますわ。うん。うん。なんか僕もそれ良くなるんだけど、良くなるのはなんかディベートブランク明けでなんかこう相手の言ってくることとかなんかジャッジの観点がターンから抜けがちの時によくなる。そうやね、そうやね。ジャッジの視点もちょっと抜けたな。から意識的になんかそこは考えた方が、なんか多分竹の話聞いてることに結構脳のキャパを使っていって、実際それは結構大変だとは思う。あ、別に竹を攻めてるってわけじゃなくて、あの、うん、構造的にこれって難しいことだと思っているものの、多分自分でもこれってちゃんと説明した方がいいやつなのか、さらっとめの衣少なめのエビ天でいいのかを多分考えながら聞いた方がいい気がする。うん。わかります、わかります。でも不安になるのよね、あの喋ってる側からするとね。あ、不安になるんですよ、うん、え、ここでほんまに終わってんやろうかみたいな。いや、それはね、うん、本当にそうなんですよね。なんかボーセオとかね、言うたらビクターとかさらっと、いや、さらっと言うじゃないですか。ちょっと足りてない気もするけどね、もうちょい衣つけてくれる、うん、あいつ衣ないやん。あれ日本人がやったら絶対あいつの絶対ジャッジに怒られるから。もう落ちてんのよあいつは。エビだけなのよほぼ。ただそのね、エグザンプルとして出してくるエビがうまいっていうね。やっぱエビうめえな。うめえなこのエビみたいな。素揚げやけどまあ食うたるわみたいな、ね。そうなんだな。ちょっとあれは行き過ぎな感じがするんだけど。そう、まあとはいえそういうことかもしれない。うん、で確かにさっきのナビシの話と多分つながんねんけど、その SQAP ジャスティフィケーションっていう順番で出し方を出したやんか。はい。で AP の話をなんか丁寧にせなあかんって言ってたけど、結局ほぼ SQ の裏返しの説明してて。そうですね。でそうするとそれやったらサードでよかったんちゃう。なるほど。うん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 、で結局一番オポが言ってくる話はもう子供の話やんか、うん、子供を持ちたいって親の話をしてくるから、なんかこれに関してなんですけど、なんか僕の頭の中で S 級の後はもうすぐ AP に移ろで、ジャスティフィケーションは後でみたいな感じなんですけど、多分鍋師さんにも一緒のことを言いましたよね。なんか鍋師さんと2人でプレバした時に、うん、なんか S 級の後なべしさんはジャスティフィケーションで最後に AP っていう感じだったんですけど、うん、いやちょっとそれ分かんにくくないですか、 S 級の後 AP にしましょうって言って、なべしさんは別にその時普通に流れでアジャストしよっかみたいな感じだったんですけど、あれですか、割と普通に S 級の後ジャスティフィケーションのナチュラルな流れですか。いや、ナチュラルに聞こえる時は聞こえる、うん、まあ俺らはそういう風に習ってたっていうだけで、あの別にそれはどうでもいいんだけど、あの7分内に全部喋りきれればそれでいい。うん、で喋りきられへんかった時に、あのジャスティフィケーションがほぼないっていうのは、うん、特にこのモーションやったらその相手がエンタルライツの話してくるっていうのはもう明らかだったわけじゃん、プレッパーの中で、うんうん、でそこに PM で触れてないっていうのはやっぱりどうしてもセカンドで PM のちょっと焼き直しみたいなことせなかったことになってしまって、ちょっとそこで時間がしんどかったかな、うん、まああの結局なんかリフュートとコンスト混ぜたみたいな感じで、うん、うまかったっすわ、あのさらっとした混ぜ方、しれっとしたやつ、まあ、でもでもちょっと微妙いなと思って。え、ちなみになんですけど、なんかその SQAP ジャスティフィケーションは喋、はい、りきれたらもちろんしていいと思うし、うん、やっぱりなんかそうやな、 SQAP ジャスティフィケーションっていうやっぱその方が好きやねん、その方が好きやねん僕は。
そうやな。うん。なんか俺らは、その SQAP Justification というカッターはどうでもよくて、うん、あの、その中身のバーデンを抑えてるかっていうところを気にしてほしい。うん。そう。うんうんうん、あの弁当の仕切り方は何でもええから、あの幕の内弁当として成立させてくれっていう。さっきお腹空いてんの？そう思った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 。なんか飯の話がせえへんよ。俺基本飯のことしか考えてないから。好きやったら食べるんだけど。少年やな。小僧やなほんまもう。常に食べログのブックマークもう1000件ぐらいしてるからさ。だから俺のあの。Google Chrome 開いて地名入力するとブックマークの飯屋が5件ぐらい出てる。めちゃくちゃ便利やね。めっちゃ行きたいですか飯。そうやん。いやそれはね、僕ね意外とね変なとこ完璧主義なんですよね。バレるわいろいろ恥ずかしいわ。そうそうそう。なんかこうちゃんと区切りたいんですよ。そうだからね、あの仕切りは別にいいねんけど。なんだろうな、だから幕の内弁当ですってパカッと開けてみたらなんか日の丸ご飯しかないんだあとなんか謎になぜかなんかひじきだけ入ってるみたいな、えみたいなハンバーグないのみたいな、ひじきでかいな、ひじき入ってるけどな、力作なんですよそうかサンマの塩焼きって書いてあったのに切れ身しか入ってないやんみたいな、あの緑のプラスチックのやつしかないやんみたいな、バランでかみたいな、そう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 、だからあのそうやねん、なんか仕切り方だら俺らなんか別にその SKP ジャスケーションでええよって言ったのは、あのバーデンを意識して配置するっていう前提で最終的なくくり方は任せますよっていう話、うんうん、なるほど、単純にその SQAP ジャスティケーションの流れで今までのとりあえずハーム言う、とりあえずベネフィット言う、最後ジャスティケーションっぽいプリンシプルっぽい話する、うん、でもうちょっとやっちゃうと多分あのなんだろうな、出したい話が出てこないかなっていう、例えばなんですけど今回その SQAP っていうフレームワークを使わずにこのプロポーザルのメリットをお伝えしたいとするとどういう風な流れで話します、うん、例えばそのまあ一個例で例えばラディカルアイデンティティの話で言うとどんな風な流れになりますか、ラディカルアイデンティティ1個のサインポストに入れるとして、ラディカルアイデンティティだったらなんだろう、え SQAP も入れんの、いやちょっと僕的にはなんかもう SQAP で区切るのすらいけてないのかな、どうなんだろう、そうやね、うん、じゃあどういう風な流れで話したらいいのかなっていうのちょっと僕の中でなんか結構ポンポンポンってなんかこうペアレンツの悪いとこを上げてって、うん、ペアレンツの悪いとこ上げてそれが AP で解消されますっていうのはまあ簡単に言う話と、あともっとなんかその社会的なインパクトみたいな話、あーなるほど、だからなんかちょっと多分プラスアルファっていうことですね、そうそうそう、ちょっと重さが違うかなと思って、うん、あーいや竹さん今もいいこと聞いた、僕の中で AP ってあの裏返しでしかなかったんですよ今まで、うん、そこになんかその先みたいな感じか、うん、その先になんでそれが重要かっていうのを証明する癖はちょっとつけとかなあかんわ、何をやってんのよ今まで、赤でやりすぎてたからっすわこれ、なんかわかんない、赤でって S 級の事象の真裏になればいいんですよ、インパクトっていうかディスアドバンテージがディスアドバンテージになればいいんですよ S 級と AP でひっくり返ったらいいんですよね、その印象がちょっと強すぎるわ、あーいいことなんかそのなんまあなんかわかんないけどなんだろうな、親由来のファーストアーギュメントだったら分かる、親由来のハームみたいな話、うん、とりあえずなんかなんかそのなんだろうな、なんか分かんない、ファーストアーギュメント is about the harm upon children
derived from the various type of parents. The vast majority of those, the children who are harmed, are the parent, are the children who lives in a poor family. Regardless, the financial condition is on the parents' fault or societal fault. As long as children are suffering from poverty and lack of funding to go to tertiary education, accessing enough medical care, this is incredibly damaging to the future of the children. They lose opportunity to work at the high-paid job. These people are these people are restricted to be reproduction of the blue collar worker. あとは、エクストリーミストだったら、これなんか、あとこう、ちょっと思ったのが、その、割とでかい別に言っといた方がいいかなと思って。割と結構今回起きてるケースが、マイノリティって思われるのがあんま嫌で、結構人数、結構大きい数のケースがあるよっていうのをなんか言いたくて、なんか最初に多分ポバティを持ってくると思う。あ、人数のインパクトで取るってことですか？なんかその、要はさ、確かにこれってさ、全親で、全親から親権を奪い取るってモーションだからさ。はいはいはい、ああ、ほんまやな。それで言うと、結構まともな親の方が多いやんってなって、一部のクレイジーなやつらのせいで、いい親の人権が普通に奪い取られるのクソじゃねっていう感じにキャラクターでされちゃうとちょっとしんどいね。うっすら確かに思いました。鍋さんのそのリバッタルのところで結構いろいろ DV とかがね、そのミティゲートされるような仕組みとかを割とちゃんと話してあった時に、その心象がすっごい確かに僕のケースの心象が悪くなったなって思いましたもん。あ、結構削られた感あるなと思ったんですけど、実際は全然あれっすね。と思いました。竹さん正しい。でもな、俺ナビシは、割と優しいエローだったと思う。優しいエロー。そうそうそう。なんか、いい感じのね、スパーリング相手というか、殺しに来てない感じがした、もっとなんかリーズナブルでまともな親が多くて、子供も別にそんなに嫌ってないケースがほとんどなのに、なんでこんなことするんですかみたいな。っていうフレーミングできたら結構しんどいのかなと思って。そうそう。だからなんか最初になんかその親のインテントに関わらず、ポバティっていうのは今特にスプレッドしててみたいな。みんなマジ苦しんでるみたいなのをまず、なんか、とりあえず俺だったら言うかな。で、あとはそういう、何？その宗教とか、によってライフスタイルチョイスが制限されるとか、その、なんだろうな、You're born in conservative Christian family which prohibits homosexual relationship とか、あとは、まあさっきのその blood、 なんだっけ、 blood transfusion だっけ、あのジェホバズ・ウィットネスの話、あの輸血を拒否する親とかさ、あとそのアーミッシュのレイプカルチャーの話とか、なんか、するんだけど、まあ、そういう話とか、かなぁ。ソーシャルセグレゲーションとかかなぁ。なんか、そうだったら、なんか言いたいのは、多分、あの、ウィッシュリストで言うと、親由来のハーム、がブレることによってのハームと、と、その、なんでそのステートが育てていいのか、育てていいのかで、要はイコールなんで親の親権を奪っていいのか、なんかで、サードで AP のベネフィットで、1が子供で、2が社会みたいな、感じかな。だから、なんか親由来のハームで多分言うのが、アクティブにハームしてるケースと、
そのインテントはないんだけど結果としてハームになっちゃってるケースみたいな、うんうんうん、もう言うのかな、言えます。アクティブケースだったらその DV とか、うん、その宗教上の医療行為の拒否とか、あとそのなんだセルフアクチュアライゼーションを禁止するとか、うん、でインでなんかインアクティブはもうそのポバティとか、うん、あとレイスの話とか、ああそういう分け方もいいっすね。ディスクリミネーションみたいな、なんかこういうくくりで話したらいいのかも、うんうんうん、でもその場合は一つの各エグザンプルに触るのはもうちょっとだけだよね。そうですね、でもだからこそその別にちょっとでも後から伸ばそうと思ったらどんだけでも伸ばせるわけじゃないですか。そう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 、うん、あだからいいです、ね、それで言うとなんか I have three arguments、first I'm going to talk about the harm that children receive、from the parents. Second I can talk about why state、instead of parents shouldhave the rights to raise the children. Three, the benefits of our paradigm、うん、in terms of the children and in terms of society. うんうんうん、うん、One,there are many cases that children receive harm from the parents. だけさん、DM やります？そう。まあなあ、でもなんか難しいな。難しいっすな。そう、今のタケさん PM やりますは何、本番もタケが PM をやる。いや違います、普通に今の感じで PM 聞きたかったっす。あ、そういうこと。あ、やる、やってもいいよ。 やってください。え、プレパやります。いや、なんか今の感じでやる。はい、別にがっちりじゃなくていいんで、流れて。はい、ヒヤヒヤ。Ladies and gentlemen, we don't blanketly condemn the existence of parents and the harm and benefit arising from it. But we see if a world, there is a world that society can better protect children and better nourish them, then we should let society to take care of children. Therefore, we propose. Under our model, what's going to happen? It's simply when the children are born, they are taken away from the parents,and the state-owned medical service, nursery care service, school service, those are all integrated under the state control, provided to the children. And the children are raised by the caretakers or other professionals who are qualified by the state. And in case that there's any abuse or mistreatment, that those workers are going to be fired or severely punished. And we provide financial aid and education to the extent that these children can have independent life when they become adults. That's our own model. Based on that, three arguments. First, I'm going to talk about the harm coming from the parents. Second of all, why state should raise the children instead of parents. Three, why we can derive the benefit after in this scenario. On to the first point. There are two cases where children are receiving harm from the parents. First one is the case of there's no intent of the parents to harm them,But anyway, the situation harms the children. For example, in the case of poverty, this is a societal issue. Sometimes there's no fault of the parents to be poor, but anyway, children are suffering from lack of funding and lack of access to extensive medical care. Also, in the case of certain races, if you're born in the bottom caste of the society in India or the working class in the many country, you are automatically discriminated. Also, in the case of your skin color or other religious identity,this is subjected to your harmful situation. This is problematic because it is associated with the mere characteristic of the parents and family you're born to. Second of all, there's active case of a parent harming children. For example, domestic violence, sometimes causing like a rape or severe mental trauma or physical damages that might last at the end of their life. And also in the case ofthe minority religion, for example, Jehovah's Witnesses, that denies the children's necessary access to the medical care. And also, if you're born in a certain Catholic family,
then you're gay, that your interaction with other gay friend is strictly prohibited and you have to deny your identity continuously. That is causing severe traumatic damages. Second of all, why states should raise the children instead of parents? I have two arguments. First of all, fundamentally, the parental rights is based on the fact that, ideally, states should raise all kids in case of they can secure enough supply of resources. However, even under the status quo, since we are not able to provide all the resources and cares, then we let the parents to take the proxy rights to raise the children under the restriction of the parental law. Mr. Speaker. However, we are talking about a scenario where the state can provide all necessary services, all necessary help for the children. Then we should come to the ideal situation of the law and the principle of it. Then that we should choose the state as a better caretaker of the children, Mr. Speaker. And also there are certain harms that that might be arising out of the parents, as I explained in the first argument, which might disqualify the parents from accessing the parental rights to itself. Therefore, Mr. Speaker, the state should be the better actor, and also state is more principally right to raise the children at the end of the day. Three, after taking the proposal, what's going to happen? First of all, the benefits to the children is really obvious, right? We can eliminate the case of poverty and eliminate the social discrimination because the children are not tied to be certain family or certain social classes. Children are treated equally under our caretaking system, and there's more interaction among the children, and which can drastically reduce the effect of those societal treatment against certain group of people. And also we can eliminate the active damage caused from the DV or the prohibition of the social interaction and medical access and so on. This is going to be the obvious benefit if we let the society to take a society and a state to take care of those children. And second of all, in the societal impact, we can actually eliminate the boundary between the people when having a generation on generation those communal rates children. What's going to happen is that the children will normally see that the people are treated equally. People are boundlessly communicating with each other. But what's happening is really similar to, for example, when we put multiple people from multiple different backgrounds into the national services, right? For example, in Singapore or Malaysia, in order to reintegrate the society, there are a certain period, for example, 1 year or 3 months of national services, having military training together and thinking about the common purpose of being served for the country. That actually helps the unification among the different races. Then we can expand this system in the way that we can have many children or many backgrounds into one and raise together. Then we can see the more interaction and more internalization of the fact that there are so many different people, and also these people should be treated equally. When they become adults, they create a society where people are likely to be more kind to the other people. There's less discrimination happening, whereas more like helping each other is likely to be passed. For that's why we think under our scenario, the law to take care of a certain group of minority are likely to be passed, and also there are more norms that the discrimination is not acceptable at the end of the day. For all those reasons, we're proud to propose. Oh, AP のそのやっぱソーシャルインテグレーションの話、ええですね。どうですか？あ、すみません。マイクまたミュートした。AP のそのソーシャルインテグレーションの話、やっぱええですね。時間配分的にこんなもんかな。でも今の6分15秒とかでしたよ。うん、ああ、そうか。だからもうちょい。だからペアレンタルライツの2つ目のポイント、そもそもそのプレリバ的な話、うん、なんかインベストメントとかリスクとか、そんな関係なくてみたいな。うん、生まれた瞬間も別個体なんやから、もう別として扱うべきやみたいなのは、まあ入れてもよかったかもね。うん、なんかこれぐらいの感じ、うんうんうん、かな。もし入れて込むと。やっぱりね、なんかコンサイズですよね。過不足ないですよね。一個一個のポイントが、うん、うん、特にそのハーム一番目の S 級のとことかは、あ、こういう風に言うんやってめっちゃ勉強になりました。うん、
まあなんかこの会話でだいぶこう思考が整理された上で話してるからこうね、あの焦って無理やり作ったプレパではないので参考にはならないかもしれない。いやいやいや勉強になりそう。そう、なんかあんまりこう丁寧に説明するっていうよりはなんか紹介するやつと説明しきるやつをこう使い分けてる。あー、そういうイメージか。僕全部ね丁寧に紹介したがる癖があるんですよ。あーごめん、俺的には紹介するはただ名前をちらっと説明するイメージ。そう、全部丁寧に。いやもうずっと塾校やってたんですよね、教職も取ったし。だからもう人に伝え何かを伝えるイコール相手が完全に全部腑に落ちるまで説明するっていう、うん、あれなんですわ。思った。まあそれが理想やねんけどな、うん、そう難しいっすな。なめしさん、今の竹さんのスピーチ点数つけるとしたら何点ですか？ね、そんな観点では聞いていなかったが まあどうなんだろう、7、8、7、9ぐらいですか？そんくらいじゃない？うん、まあ、7、9ぐらい言ってもいいとは気がするけどね。ちなみに僕のスピーチは何点ですか？76ぐらい。竹さんは？まあそんぐらいかな。うん、76、2連ちゃんか。シビアやな。ちなみに、竹さん、鍋さんのスピーチは何点ですか？え、どうや。まあ、普通に良かったんちゃう？ 77、8ぐらい。うん。ああ、まあ、そんな感じですね。うん、なんかやっぱ結構証明しづらいよね、その親の権利ってなんで与えられるべきかっていう。まあそこむずいけどな。リスクロシティみたいな。リスク、なんかそのリスクとかインベストメントみたいな話よりはどうなんだろうな。どうなんだろうね。もっとなんかバイオロジカルな権利的な説明ってできないのかな。いやなんか考えたんだけどむずいんだよね、うん、なんかバイオロジカルじゃない親もそもそもいるじゃん、そもそもとして。そうやね。結構なんかそれ言いすぎると危ないっていうかさ、 LGBT は親になれないのかみたいな話になっちゃうから、うんうん、いやまあ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 別にできる人はやったらいいんちゃうみたいな。あの最近なんかいなかったっけ、ゲイカップルでなんか男が人工授精したのをなんかお腹に入れて。ああ、いますね。まあね、うん、まああるけどね。まあまあまあ、なんだろうね、リプロダクティブライツっていうものはバイオロジカルボディオートノミーの延長線上としてあるべきやみたいな議論ってできないのかな。要は結局その、あ、そうか、だから子供を産むっていうことまではいいのか、このモーションでも育てることがあかんのか。うん、そうやな、結構しんどい、ね、だとしたらなんですけど、もしそのプリンシプル上でいくと子供を産むこともインバリッドな気がしてきて、例えばその結構言い方悪いですけど、その、まあ、あんまりスマートではない遺伝子とかをの子供を産むのってどうなんとか、障害優性学的な話、ね、ちょっとあんまり言いたくはない話ですけどね、アクティブに、うん、なんかまあ優性学までいかなくてもそのあるよね、その産んだことによって苦しみが発生するみたいな、その子供はしんどい人生を生きなあかんから、うんっていう話あるよね。まあでも難しいよな。これ結構意外とむずいな。だからオポは権利関係の話を
全コンシードして、だ言うだけ言っといて、もう AP の社会が瓦解するって話にひたすら頑張るみたいな。試験官ベイビー。試験官だとそういうのもあり得るかもしれないんだよな。試験官ベイビーの話は、どうなんだろう。いや、今はまだそんなテクノロジーは、まだ完全にできてないみたいな。うん。クローン人間とかもそんなに作ってないんだから、ダメだろうみたいな。うん、そしたら今。もしくは、オポでちょっと一瞬その話をチラッとして思ったのは、もう産ませないみたいな感じのカウンタープラン出したらどうですか、面白くないですか。産ませない、うん、どっちにしろもガバメントでもゴニョゴニョ問題起こるよねってなったら、うん、もう産まさんのがベストな正解なんちゃうみたいな、田村くんとかがチラッと言いそうな。産まさんのがベスト、ティナタリズム的なね、もう出生が問題なんだみたいなやつですよ。なんかもう人類はこれで最後にしようみたいな。うん、まあなんか変わらんくない多分いうことオポで。うん、うん、もっとラジカルにやるってこと。そうですね、もっとラジカル。 なんで中途半端、あ、そうか、だからオポはその出生すら全てやめさせて、そうそう、だからガバメントが人口シュリンクするとか、うんで、ハームとして、うん、その、ああ、だから、オポが一番、あれだわ、だ俺なんか、ハームが違ったのかもしれんな。ほう。ポピュレーションが減るのももちろん、わかんない。それを一応説明しきればなんとか出るかもしれんけど、なんかその、ガバは、その、子供を産むプロセスまでは、一旦親に経験させておいて、親が子供に対してエモーショナリーアタッチドになったタイミングで奪うっていうことが鬼畜なんじゃん。それが最悪みたいな話をするんじゃん。ああ、なるほど。産んだそのお母さんにとってトルチャー的な。そう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 。でもそれって、もしだからそのアンチナタリストスタンスにつなげるんやったら、そもそもそんな喜び、その悲しみをすら俺らは生まない世界を作るみたいな。うん、そうだね、そのハームを出した方が良かったね、ここは。普通に、うんうんうん、なんか試験管ベイビーで水掛け論にされるとなんかふにゃふにゃってなっちゃうから、そのガバのメカニズムとして必ず発生する、その子供を産んだ親から子供を奪うっていう、そこだけでハームを出して、ポリザ最悪っていうのを言うぐらい。うん、いいです、普通に。で、まあ、あとはナビシがやったみたいに、その、ありとあらゆる手を使って、子供に対するハームを取り除くように頑張りますと。ディスクリミネーションもなんか解決できるように、政府がすげえ頑張ります。あとあれじゃない、その、なんか、その、アクティブな、その DV みたいなやつが、多少ね、責任があるけど、その、すごいかわいそうな場合、ソーシャルエコノミックサーカムスタンスとかの場合は、親が悪いわけじゃないんだから、親をパニックするんじゃなくて、その、差別してるやつとか、その、ポバティが起きてることを解決しよう。うん。まぁ、ちょっとアイデアリスティックだけど、責任は親にないっていう。まあそれは言えるな。まあポアだったらその今回の世界を作る金を使ってもうポバティを撲滅するためのことをやりますとか、その全員子供が大学までアクセスできるように資金をファンドしますとか、するのかな。そうだね、まあなんかその辺は普通に言うんだろう。いや、なんか、オポのさ、話で一番、むずいっていうか、気になっているのは、プリンシペルとプラクティカルがなんか微妙に繋がんないんだよね。インベストの話？
まあ、インベストもそうだけど、ペアレンタルライトがあるっていう。1は真剣の話をしてるのに、2でコンピレーションの話をしてる。そう、それもそうだし、さっきタケが言ってくれたハームを言ったとしても、なんとなく繋がってる感じはしないんだよな。あそれはなんかキモいなとは思ってる。いいハームだと思うんだけどね。確かに。ちょっとごめん、ちょっと一瞬だけ。っていうか、僕もちょっとそろそろ落ちますね。まあ、まあ、じゃあ今日はこの会食ちょっと明日も地味にやるんですよ。HP 分野もやってるんで。おぉ。あ、そうなんだ。忙しいね。デピベート残念。頑張ります。お疲れ。ありがとうございました。後で YouTube 上げてみますわ。なんか、編集しといて。じゃあ、まあ、もう言わんといて、何も言わんといてください。もう、任しといてください。めんどくさい。ちゃんとスタートは、おやすみミルクボーイのとこから始まってるんで。ああ。だからもう何も言わんといてくださいよ、絶対。めんどくさい、編集。